こんにちは、コミーです。今日は編み物ではなくこれをやってみようと思います。セリアで買いました。久しぶりにセリアに行きまして、なんかないかなって探してたんですけど、これはこういうやつだけね。まあなんてことはない、ただ星を折るだけな感じなんだけど、この星、私よーく折ってました。何で折ってたんだろう。紙テープかな。紙テープってありますよね。で、こんなの売ってんだと思って買っちゃったっていう。あ、でもすごいしっかりしてる一枚が。これは60枚入ってるやつで、これがね、パールアンティークっていう色ですけど、もっとポップな色とかもありました。あと、大きさが大きいやつもあったかな。まあ、そんなところでこれを選んできたんですけど、これ、こっちが裏でしょうね。ちょっと一応、作り方を見ながらやりましょうか。これをね、飾りたいとかいう、そういう発想ではないです。全くもって。私そういうの飾るのとか得意じゃないから、ほんとこれただ折りたいだけで買ってきました。で、紙、この形状の紙が入ってるのはもちろん見えて、どんな風になるんだろうなーって、もうちょっとペラペラの紙が入ってると思ってたんですよ。だから、あ、意外とぴったりしてるんだと思って。で、どういうこと？あ、いいんだよね。あとはもう、折っていくだけだと思うんですけど。これができるんだろうか、うまい具合に。この、あ、できた。あ、でもこれ折り方によるのかしら。全部の。関係ないか。まあそんなにね、細かくじろじろ見るもんじゃないから。大体で。このくぼみをつけるというところをうまくやると形が綺麗になるということでしょうね。これでうまく形を整えて、ラッキースターミニ、こんな感じです。こんだけなんですけど、色はこんな感じで3色、ちょっととりあえず全部1個ずつ折ってみましょうか。何も難しくないから、お子さんでももちろんできると思う。なんだっけな、まあ、ここまでやらないかもしれないけど、割り箸の包みとかで、こんな風にして、こう結ぶ感じにして、こう箸置きにするみたいなのとかは、やりましたね。外食の時ね。こんな風にして、こうやって置いて、
こう橋を置くみたいなのはやりました。ね、あの全くもって難しくありませんよね。で、このパッケージにあるようにこういう透明な瓶とかに入れておくと、まあただそれだけで可愛いよっていう。あ、これあれだ、うまく長さを調節しないとこの最後のところの長さがちょっと足りないっていうか、最後こう差し込む感じでしまわなきゃいけないから、そうすると結構長さ大事ってことなのかな。ちょっと今の辺だとうまく入らないので、ちょっと手前で折り曲げて入れちゃってみます。で、このやり方でもいけるのか、ちょっと小さいね。あのグキッチョな人、私がちょっと小さいとやりにくい。あのもうちょっと太いやつっていうのもありました。そっちの方が手には優しいかもしれない。ちょっとこれ小さい、結び方なのかな。自分でこの紙を用意するというのでももちろんできますよね。あの細長く切ればいいだけだから、だから私多分紙テープとかでやっただと思う。好きなだけ巻けるから、紙テープだったらね。で、まあこれ結構しっかりしている厚紙みたいな紙だけど、その紙テープだと紙がちょっと薄いから、この巻く回数を増やせばあの字がしっかりするっていう感じですよね。字というかこの星が100均も紙テープ売ってましたっけ。あったような、なかったような。ちょっと飲み物に行きましょうか。今日の蓋付きマグカップ、はい、梅シロップのお湯割り。とりあえず3個。大丈夫かしら、こういうのは。いいですよね、手を動かすという意味ではね。こういう作業は嫌いじゃないですよね。だから買っちゃったんですよ、これ。最初見つけて、今までもあったのかな、全然知らなかったんですけど、あ、何これって言って、で懐かしいなーってまず思ったんです。この星というか、こう5つに五角形に折るっていうやつはやってたから、なんか、あー懐かしいなーって思って、こんなのがこうなんていうの、キットとして売られてるんだっていうのでちょっと驚いて、で、え、欲しいって思っちゃったんだけど、これは何すんのってなって、確かにみたいな、これはあの脳内会話ですけど確かにっつって、んで、あのとりあえずその場を去ったんです、買わない体で。だけど、あ、動画こういう時にうまい具合に動画を使うっていう、動画があるって思って、でもちろんこんな動画こういう動画がね、あの、受けないというのはもう、百も承知で何よ今日の動画、みたいな感じかもしれないけど、まあそういった動画もね、よくありますから、私の場合はね。だから、まあいいや、楽しい。私が楽しんでればいいや、と思って、
あ、じゃあ買おうって言って戻って、そこのこれの売り場に戻って買いました。で、その他の色とこのサイズで違う色と、あとこう少し大きいサイズのと種類があって、しばらく悩みました。もう私帰ってきた時に思ったんだけど、3個ぐらい、これ混ぜて確か3種類だった気がするんだけど、3個ぐらい買いなさいよって思って、後で思ったらね、あの帰ってきてから3個だったら買っちゃいなさいよって、うん、後で思ったんだけど、とりあえずその場では1個だけ買おうと思ったから、すごい迷って、結構そこに立って迷ってそれでこの1個に決めたんですけど、本当その自分のケチさ加減がよく分かって、もう本当自分で後で笑っちゃったんですけどね。動画にするなら本当ね、動画にするなら3個買いなさいよみたいなそんなことをちょっと思いまして、いや面白いなと思って。でもこのちょっと私飾るのとかやらないと思うけど、もうこれ、いやなんていうかな、まあ、編み物セラピーっていう、こう編んでると気持ちが落ち着くみたいな、そういう効果がありますよね。で、なんていうのかしら、こういうようなこう手先を動かして癒しになるっていう、例えばなんかにぎにぎしている、あの柔らかい感触のにぎにぎするようなボールみたいなやつとかでも、こう触ってるとこう気持ちが安らぐだとか、あとなんだっけ、こういう形のやつでこう真ん中持ってくるーって回すやつとか名前がわからない、それも確か100均に売ってたと思うんだけど、そういうのとか、なんかなぜかわからないけど、こうやってると落ち着くみたいなのがあるじゃないですか。それがちょっと私これうん、ありそうな気がしますね。だから別に飾りたいわけじゃなく、うん、ただこの折ってるのがなんか落ち着くっていうか、そういう感覚があります。あのこういうのが苦手っていう方も多分いると思うんですよ。ああもうそういうのちょっとわかんないとか、ああそういうのダメとか、そういう方はやらない方がいいと思います余計イライラしちゃうから。なんかその自分に合った、なんかこう、ちょっとの時間でできるし、別に何かどうしても完成させたい。あ、これはね、あの、いくつか作って、その飾りにしたい場合には、いくつか作ろうってなるけど、別に、そこまでやらなくても、何かを完成させるまで折らなくちゃっていう風にならなくても、良ければ本当にちょっと時間のある時に、なんか今落ち着かなくてねとか、あとなんか考え事したい時にこういうのやるっていうのも良さそうですよね。ちょっと今あれ考えたいんだけど、手を動かしてた方がなんかこう集中できるとか、そういうのってねありますよね。そういう時にすごい良さそう。だからまあこれ買わなくてもいいと思います。これ全然あのプロモーションじゃないんでなんか可愛い髪を細長く切ってこんな風にやるとそれでもいいのではないかと。私はこういう折り目をつけて星の形にするっていうのはやってなかった。あー、やったことあったわでもそれより五角形に折るところが好きだったから、この星型にするっていうところはあんまり重要視してなかったかもしれない。でもたくさん折って、五角形折って、なんかそれだけじゃもったいないなと思って、なんか折ったりということをしたような気がする。
こう折るっていうか折り目をつけて星っぽくするっていうのをやってた気がする。なんかいろいろ思い出してきた。わあ、めっちゃ久しぶりで本当になんか嬉しい、すごく嬉しい、この折ってることが。これはセリアで買いました。もしね、綺麗だから、この色もこういうのでやりたかったら、これはセリアです。ダイソーにあるかどうかはちょっとわかんない。他の色もねありますから、もし気になる方はちょっと探してみてください。でセリア遠いわという方は、これだけ買うために行くのもねなんだから、なんか可愛い紙でも使って、大きい幅にすれば大きい星になるということなのでね、いろんな大きさもできるでしょうし、柄も柄物でもいいしね。でそう、もうこれ買ってもウキウキしちゃったから、その紙テープとかも見てこなかったですけど、紙テープとかが売ってればそういうのでも良さそうだし。ということで今日はセリアで買いましたラッキースターミニというのを作ってみる動画でした。本日の手芸は19時45分から動画を公開しています。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。三名学プチ鑑定というのをやっています。説明の動画、申し込みフォームなど概要欄にリンクが貼ってありますので、気になる方はそちらチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。